はい、めど、渡辺です。さあ、今日もですね、ボードゲームのお話をしていきたいんですが、今日はですね、ボードゲームの中でもちょっと今、ツイッターの中で話題になっております、UNO のお話でございます。さあ、皆さん一度はやったことあるかなと思う UNO なんですが、ここ最近ツイッターで話題ですね。どうやら僕らが今までやっていた UNO のルールは間違っていたようなんですよね。UNO の公式のね、ツイッターアカウントがですね、今までのルール間違ってますよっていうのを発表したんですよ。まあ、例えば、ドロー4とドロー4を連続で出してはいけないよとか、最後の1枚出すときに、最後の1枚数字カードじゃなくて、スキップやリバースを出しても OK ですよっていうのを、UNO の公式アカウントが発表したんですよね。で、それを見た方々たちは、まあ、結構、嘘、それありやったん、それなしやったんっていうのが結構ね、今ツイッターなどで盛り上がってるんですが、で、これをきっかけにですね、僕もですね、ちょっと UNO というものを改めて調べてみたんですよ。UNO のルールとかをですね、改めて調べてみると、これめちゃめちゃおもろいゲームやな、この UNO はっていうのをちょっと改めて再認識したので、ぜひですね、今日は UNO の魅力を再確認するという動画を作りましたので、ぜひ最後までね、楽しんでいただければなと思います。なんですね、この動画ですね、もう皆さん UNO 多分一回はやったことあるんじゃないかなと思いますので、UNO のルールを知っている体で今日はね、お話しさせていただきますね。で、まあ、UNO のルールなんですけれども、皆さんそもそも UNO のルールってどうやって知りましたか？ UNO のルールって、UNO のルールブックって読んだことありますか？多分僕ないんですよね。で、僕、自分がどうやって UNO のルールを知ったかなっていうのを考えたときに、確かね、いとこやったか友達やったかちょっとわかんないですけど、いとこの家か友達かの家で UNO というものを初めてちっちゃい頃やったんですよね。小学校やったかな、もしかしたら幼稚園だったかもしれない。その時にやって、これはめっちゃおもろいなってなって、お母さんにですね、うちも UNO 欲しいとお願いしたんですよ。そしたら、覚えてるな。覚えてる。トイザラスで、ドラえもんの UNO を買ってもらったんですよね。そう、ドラえもんの UNO を買ってもらって、でうちでもどんどんやってたんですよね。だからこうやって人伝えで UNO のルールって多分ね、皆さん教わってると思うんですよね。いとことか友達とかと、お兄ちゃんおばあちゃん、まあ家族からいろいろどんどん人伝えで伝わっていってるから、こうやって誤ったルールが広がっているんじゃないかなと思ったんですよね。で、今ですね、ドラえもんの UNO を僕は買ったんですけれども、ちっちゃい頃にですね、さっきちょっと調べてみたら、ドラえもん以外にもたくさん今 UNO が出ててめちゃめちゃ面白いんですよ。例えばスーパーマリオであったりとか、ジブリであったりとか、ディズニーであったり、ムーミン、ピーナッツのものでしょ、あとサンリオ、ミニオンズ、あとはですね、ワンピースとか名探偵コナンの UNO も今あって、めちゃめちゃ UNO のレパートリーが豊富にあるんですよね。で、しかもですね、 UNO なんですけれども、2016年にちょっとリニューアルバージョンが出てるんですよね。で、これ新たなるカードが入っていて、例えばこのあるカードを出せば相手との手札を妨害できるとかで、めちゃめちゃ今結構意外と UNO 盛り上がってるかもしれないんですよ。で、この UNO とかもね、ちょっと Wikipedia でさっき調べてたんですけど、ちょっと懐かしいなって、個人的に懐かしいなと思って見てたのが、伊藤家の食卓の UNO があったんですよね。伊藤家の食卓の UNO あったなと思って、で、僕も伊藤家の食卓の UNO ではなかったんですが、伊藤家の食卓のトランプをね、持ってたんですよ。めっちゃ覚えてるな。ダイエー、近くのダイエー、今ダイエーじゃないと思うんです、イオンか、ダイエーにね、買いに行ったんですよね。まあ、それ一旦置いときまして、いろんなルールが、いろんなルールもあるし、いろんなデザインのものが今 UNO あるんですよね。で、まあ、とりあえず人伝いで広がっていったので、誤ってルールが広がっていったんじゃないかなと思います。で、ここからですね、改めて正しい公式のルールをですね、お話しさせていただきます。で、僕もですね、この公式のルール全然ちゃんと分かってなかったので、改めて知るとめっちゃ面白いです。ボードゲーマーこそ知ると、本当の UNO ってめっちゃ面白いゲームに様変わりすると思います。で、UNO はですね、まあ簡単に言っちゃうと、まあ知ってる人多いと思うんですが、手札をですね、一番早くなくした人が勝ちのゲームですよね。UNO は一応ですね、2人から10人まで遊べます。2人から10人です。で、公式としては4人から6人までで遊ぶのを、まあベストプレイヤーとしているようですね。で、まあ、ツイッターで上がっていたものからまずは紹介していくと、まずドロー2やドロー4ですね。ドロー2というカードを出せば次の人に2枚カードを引かせる。ドロー4を出せば次の人にカード4枚引かせるというカードがあるんですけれども、そのドロー2、ドロー4を連続で出すのは NG です。A さん、B さん連続で出すのはダメですよとか。あとはですね、最後に出す1枚が数字カードじゃなくて記号カードと呼ばれるものですね。スキップ。例えばスキップカードは手番を次の人に飛ばすカード。あとはリバースカードですね。手番を逆順に進めていくカード。
このスキップカードやリバースカードを最後の1枚として出しても OK ですよというのが公式のツイッターで発表されていました。で、実はですね、他にも公式なルール、間違ったルールが様々ありました。公式なルールどんどんお話ししていくと、記号カードをですね、2枚同時に出すことはできないです。例えばスキップカード2枚出すとかリバースカード2枚出すっていうのは NG なんですね。だから例えば4人でやっていて A さん B さん C さん D さんでやってますよね。そしたら A さんがスキップ2枚出してスキップスキップでもう一回自分の手番にするっていうのはできないんですよ。記号カードの2枚出しは NG でございました。これ意外ですよね。そしてさらにですね、1枚じゃなくても次に上がれるならうのと言わないといけないんですよ。まあ、うのって最後の1枚になったらうのって言わないといけないっていうルールありましたよね。うのって言忘れてたらカードを引かないといけないっていうルールがあったんですけれども、最後の1枚じゃなくても次に上がれるっていう番になったら1枚じゃなくても2枚3枚4枚残っていようがうのって言わないといけないんですよ。これによって何がどう盛り上がってくるかっていうと、うの最後の1枚だけだと分かりやすいじゃないですか。次上がるなっていうのは分かりやすいんですけれども、これを言っておくことで他の敵からもですね、マークされやすいんですよね。あいつうのって言ったってことは次4枚やけれども上がってきおるなっていうのを狙われやすくなるんですよ。だからより妨害されやすくなるんですよね。だから最後の1枚じゃなくてもうのっていうのは次上がれるならうのって言わないといけないっていうルールが実はあったんです。で、あとはですね、1人上がったらゲーム終了でございますよ。うのって、まあ僕はそうだったんですけれども、例えば1人上がりました、で2人上がりました、3人上がりました、4人上がりました、全員がカードを出し切るまでゲーム続けていたかなと僕は思うんですが、実は1人カードを出し切ればゲーム終了になるんですね。で、これ正しいルールがありまして、まあ、もちろんカードを出し切った人が勝ちになります。で、他の人たちはどうなるかっていうと、手札に残ったカードがマイナス点となってしまうんですね。例えば1のカードが残っていたら1点マイナス、2のカードが残っていたら2点マイナス、3のカードが残っていたら3点マイナスとかね、数字カードはその数字分だけマイナスになって、で、ここからすごいのがワイルドカードとかワイルドドロー4が手札に残っていたら、なんと1枚につきですよ、マイナス50点になっちゃうんですよ。かなりでかいでしょ。で、このルールがあることによってどうなるかというと、マイナス50点食らいました、ワイルドドロー4を持っていたのにマイナス50点食らいました、そうしたらこのマイナス50点はどこに行くかっていうと、一番最初に上がった人のプラス50点の勝ち得点として行っちゃうんですよ。だから自分マイナス50になるし、勝った人はプラス50になっちゃうってことなんですね。だからこのルールがあることによって、強いカードを最後まで持っとくっていうのは負けた時かなりデメリットになってしまうんですよね。だから強いカードはもしかしたら戦略として早めに出していった方がより、あの負けた時にね、デメリットがね少なくなるのでいいのかもしれないですね。で、強いカードどんどん出すことによってゲームもよりスピーディーに面白くなっていくのかなと思います。なんかこういう負けた人は実は得点制があったんですね。で、最後ですね、個人的にこのルールめちゃめちゃ面白いなと思ったんですけれども、ワイルドドロー4ありますよね。まあ、色替えもできるし、次の人に4枚引かせられるっていうカードなんですけれども、これはですね、同じ色がカードが手札にない時にしか出せないんですよ。例えば、今ワイルドドロー4を持っていました。で、場のカードは赤でした。で、自分が赤を持っていたら、このカードはワイルドドロー4は出せないんですよ。基本的には赤を出さないといけないですね。赤持ってるのにワイルドドロー4は出せないんですよ。でも出すこともできるんです。これどういうことかというと、嘘をついてワイルドドロー4を出すこともできるんですよね。で、これをやるとワイルドドロー4を出すと、次の手番の人はチャレンジっていうのができるんですよ。で、このチャレンジっていうのを言われたら、このワイルドドロー4を出した人はですね、手札を見せないといけないんですね。チャレンジした人に手札を見せないといけないんです。で、赤があるのにワイルドドロー4を出していたらチャレンジ成功となって、ワイルドドロー4を出した人はですね、4枚さらにカードを引かないといけないんですね。つまり嘘を見破られたってことでペナルティとして4枚引かないといけないんですよ。でも逆に赤がなくて、ちゃんと赤がなくてちゃんとワイルドドロー4を出していてチャレンジと言われたら、この人はですね、
チャレンジ失敗となってチャレンジをした人が6枚です。引かないといけないんですよね。つまりまあ本当だったのに嘘と思って疑ったでしょあなたってことでペナルティとして6枚引かされてしまうんですよね。めちゃめちゃ面白くないですか。ウノやのにこんなブラフ要素、嘘をつく要素が実はウノにはあったんですよね。で、まあざっとですね、この知らなかったルールはこんな感じだったんですが、で、こうやって、皆さんの知っているルノアで、ウノはですね、全然違うものだったかなと思うんですが、で、こうやっていろいろツイッターで見てたらですね、この新しいルールや公式のルールにですね、面食らってですね、ちょっとそのルールだれそうやなとか、ちょっとテンポ悪そうだなとか、ちょっとそれ盛り上がらなそうとか、結構ね、ツイッターとかで流れてて見てたりしてたんですけども、あとはですね、元 NGT48 の北原理恵さんがですね、こうツイートしてましたね。私はですね、誰に何と言われようと公式が発表しようと、ドロー2、ドロー4は重ねて出す。これからも。ツイートしてるんですよ。ああ、なるほどなるほど、いろんな意見があって面白いなと思って見てたんですけれども、まあそんないろんな意見見てて、でせっかくなのでですね、僕この機会にですね、ウノのですね、ルーツ、まあ、ウノがですね、ウノというこの最高のゲームがどうやってできたのかっていうのをちょっと調べてみました。で、調べてみるとですね、ウノはですね、1971年アメリカのオハイオ州で理髪店を営んでおりますマール・ロビンスさんという方が作ったゲームなんですね。まずここちょっと驚きではないですか。ウノってスペイン語で1という意味なんですが、スペイン語やのに実はウノはですねアメリカでできたゲームだったんですね。僕ちょっとまずここで意外だなと思いました。で、このマール・ロビンスさんはですね、まあ、家族や友達とですね、トランプゲームを遊ぶのがすごい好きな方だったんですね。ね、家族や友達とですね、クレイジーエイトというトランプゲームを遊んでいたんです。で、このクレイジーエイトをですね、もっと面白く工夫してシンプルにしたものがウノになったんですね。だから実はウノはですね、トランプゲームのクレイジーエイトと呼ばれるものが元になっているんです。で、最初はですね、もちろんウノはないですから、トランプにですね、トランプだけでですね、じゃあこのキングは、リバースねとか、じゃあこのクイーンはスキップねっていう風にやっていたんですね。でもそれだけだと分からなくなってくるから、トランプにですね、キングはリバースとかクイーンはスキップっていうのを書き込んでったんです。でそれだけだとどんどんもっとトランプぐちゃぐちゃになってくるので、よっしゃちゃんと公式で作ろうって思ったのが、1971年のことだったらしいです。で、これですね、ウノマール・ロビンスさんがですね、ウノを作ろうと思った時に最初の製造でですね、なんとまず最初5000個作ろうと思ったんです。で、5000個作るのにですね、1万ドルの投資が必要だということになったんです。1万ドル、まあ、当時の1万ドルはですね、今調べてみると42,000ドル、まあ、もしくはそれ以上と言われています。かなりの価値があったんですね。で、1万ドルの投資が必要です、5000個作るのに1万ドル必要ですってなった時に、10人のですね、友達や家族がですね、そのウノを作ることにですね賛成してくれまして、1人1000ドルずつ、10人の友達や家族が1人1000ドルずつ投資してくれました。よかったです。で、これでウノ作れるなってなって、どんどんウノを作っていくんですが、その投資してくれた仲間と一緒に、まあ、ウノを作るんです。で、そんな中でですね、こう揉めるんですよ。ルールはこうしようとか、デザインはこうやろ、いやいやこう、こっちの方が面白い、いやこっちの方が素敵やっていう風に、どんどん揉めていく中で、なんとですね、投資すると言ってくれていた6人がですね、投資すること、出費することをですね辞退しちゃうんですよ。さあ大変です。それはロビンスさんですね、あと6000ドル足りなくなっちゃったんですよ。で、この6000ドル足りないがために、ロビンスさん、マールさん何するかというと、家売ります。そしてトレーラー生活をするんですよ。すごいですよね。まあトレーラー、まあ自動車、トラックみたいなやつですよね。そこで家を売って6000ドル得るために、そこで貧しい生活をしていくんですよね。かなりすごい努力が見られました。で、そしてですね、やっと、まあ、できます。6000ドルもなんとか頑張って集まりました。ほんで、いや、またこの時ですね、ウノっていうタイトルができてなかったんですけど、タイトルどうしようってなった時に、マール・ロビンスさんのですね、息子さんがですね、ウノがいいんじゃないかとか、
UNO がいいんじゃないって言ったんですよ。まあ、UNO はですね、プレイヤー手元のカードが1枚になった時に他のプレイヤーの役札で、阻止されるし、まあ、そういうドキドキ感もあるじゃないか、 UNO っていう言葉はシンプルやし響きもいいじゃないかっていうことで、まあ、息子さんの言葉があって UNO っていうタイトルが決まったらしいんですよね。で、さらにですね、この UNO ができた暁にですね、そのトレーラーが寝泊まりしていたところにですね、でっかい看板ドーンと、アメリカで一番楽しいカードゲーム UNO っていう看板をドドーンと出て、こうアメリカ中をですね、そっからそのトレーラーで旅していくんですよ。で、どん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 こうオハイオ州から南の方に向かっていきまして、もう大きい夢抱えてるんですよ。ウノを絶対もっと広めていこう、ウノはこんなに面白いゲームなんだと広めていって、まあ、テキサスやフロリダやいろんなところね、公園やキャンプでですね回っていって、子供や家族たちにこのウノの遊び方とかウノの魅力っていうのをどんどん、マール・ロビンスさんはですねアメリカ中に伝えていきまして、でどんどんファンを獲得していって、今のウノに至るというものなんですね。すごくないですか。ウノを作るために家売られてるんですよ。すごい努力ですよね。で、僕これを知って思ったんですけれども、僕はですね、あくまで僕は、まあ、むやみやたらにですね、今までのルールでは遊ばない方がいいのかなとは思ったんですよ。独自のルールで遊ばない方がいいのかな、公式のルールで遊んだ方がいいのかなと思ったんですよね。やっぱりこれぐらい涙ぐるしい努力がねされているので、まあ、例えばね、ボードゲームなんでアートとは違うかなと思うんですよ。これどういうことかっていうと、例えば小説だったらば、いろんな解釈あったりするじゃないですか。古典の小説だったらいろんな解釈があって、こういう風に読んでもいいよ、こういう風に理解してもいいよっていうのがあったりするとは思うんですけれども、なんていうかな、ボードゲームってこうアートとは違って、こうあくまでエンターテインメントのものだと僕は思っているの で、それをルール変えて遊んでしまうと、なんていうかな、テレビゲームでチートを使って遊んでるようなものだと僕は思っちゃうんですよね。で、これだけ努力してるし、そこの努力もなんか無駄になってしまうような、なんか今までの自分たちのルールで遊んでしまうと、そのマール・ロビンスさんの努力も無駄になってしまうんじゃないかなと僕は思ってしまって、だからせっかくならば公式のルールで遊んでいきたいなと思ったんです。だからもし見ている皆さんもですね、独自のルールで遊ぶならばですね、ぜひこういうマール・ロビンスさんの涙ぐるしいですね経緯を知った上で遊んでもらうのがまあいいのかなとは思うんですよね。やっぱり分かんないですよ、マール・ロビンスさんがどう思うか分かんないんですけれども、僕ならばせっかくこんだけ頑張って $6,000貯めて家売って作ってんから、まあからには正しいルールで遊んでほしいなと思っちゃうんですよね。まあ確かにね、正直この公式のルールになっちゃうとテンポは悪くなっちゃうかもしれないし、もしかしたら今までどっちかと盛り上がりに欠けてしまうかもしれないんですけれども、大人だったらばあんまり大人になってウノすることって正直ないと思うんですよ。でも大人だったらば公式のルールの方が、こんなチャレンジの精度とかって絶対多分大人はね、この公式ルールの方が盛り上がると思うんですよね。で、もしそれをやった上でちょっと微妙だな、盛り上がりに欠けるなって思ったら、ウノに似たボードゲームがあるんですよ。インフェルノと呼ばれるものであったり、あとはですね、ペッパーと呼ばれるボードゲームがあったりします。これ結構ウノに似たゲームで、でウノとはまた違った面白さがありますので、ぜひこっちもですね遊んでいただきたいなと思っております。なのでまあ言っちゃうとですね、1位ボードゲーマーとしては、まあ、作者マール・ロビンスさんに敬意を払って、公式のルールでぜひ一回はですね遊んでみたいなと思った次第でございます。さあ今日はですね、まあ、ある意味話題の UNO の話をさせていただいたんですが、僕もですねもうめちゃめちゃ今ちょっとかなり UNO をですね誰かとやりたい、公式のルールでやりたいなと思っておりますので、ぜひですね見ているあなたもこの機会にですね公式なルールで遊んでみては UNO いかがでしょうか。さあ今日もですねボードゲームのお話をさせていただきました。このチャンネルではですねボードゲームのちょっとした小ネタとか、ボードゲーム、面白いボードゲームをですねどんどん紹介していきたいなと思っておりますので、ぜひちょっとためになった、面白かったなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ今日もですねここまで見ていただきましてありがとうございました。以上渡辺でした。ほな。